勝った方には勝った方には商品があります。うん、あー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 あはい、島崎松岡の声優プレイから大切なお知らせがあります。はい、島崎松岡の声優プレイはい、皆さん、はいはい、ドキの次はスーパーボンバーマン R を R、はい、2人で対戦していきます。はい、はい、で勝った方には勝った方には商品があります。うん、こちらです。食べられる昆虫シリーズ乾燥大サソリ 6g でございます。うん、サプリみたいだね、入れ物ね。うん、健康に実際いいんだもんね、うん、それってね。ちょっと高級なポテチみたいな感じだもんねそうね、これ売ってるね、うん、そこそこ高いらしいんだ、これなんか。うん、はい、でさっき聞いたらいくらだっけ、3000円だっけ。これで3000円、 6g で、 6g で3000円、やば。うん、まあやっていくか。うん、島崎松岡の声優ブレイク、一回練習してみる。うん、どんな感じなのか。じゃあ1セット。うん、何本にしようかな。何これ、おしゃれになってる。色によってこんなに表情違うんだね。ね、こいつ陽キャにしよう。陽キャにしよう、陽キャ強そうじゃあ俺キラキラ、オッケー、俺陽キャ、陽キャにするわ。ほら笑ってる、声ついてる、普通にしゃべんだ。声優ブレイク、練習してみよう。絶対いいね。おい、どこだ。陽キャ、陽キャ、いけ。よしすぐキラキラしてんね。うん、キラキラ黒ボンだから。うわ懐かしい。え、そうか、こんなにこんなに最初から爆発力かかるか、これ本当だ。あ、よし、キックゲット、キックゲット。あ、そう、うん、画面動くのちょっと地味に怖いんだけど。本当だ、なんで画面揺れんの。よしよし、一言、キック、オッケー、キック、怖い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 、ちょっとほら、じゃあ、いや、ハンド持ってんのか。味噌ボンが怖えな。怖い怖い。あ、ちょっと待って待って待って。あ、やべやべ。待って、この穴が邪魔なんだけど。俺さっきハンドゲットしたんだけどな。ハンド？あ、いけたいけた。あ、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 なるほど。昔からのやつできるんだ。いけん。あ、同じことしてんじゃねえ。いけん。あ、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 怖い怖い怖い。怖い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 。あ、ちょっと。あ、いや、本当にすごい怖い。あら、ほら、ハングリーみたいなの出た。お、見てよ、見てよ。あ、怖い、ちょっと、あ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 、いや、面白いね、やっぱ。うん、さあ、でも今練習ですから、じゃあ3本勝負にする。うん、さあ、決めよう、ボンバーマンを。ボンバーマン超陽キャにしようかな超キラキラしてる。お、いいね、レッド。よいつくレッドっぽいもんな。じゃあ行こう、俺の陽キャの力見せてやるぜ。準備は OK だぜ、自分の力を信じよう。あのさ、あれ俺今赤ボンから信彦さんの声が聞こえた。俺も信彦さんだよね、これ多分信彦さんかな。あれ、まさかの、誰だろう。俺が相手だ、嬉しいだろう。さあ行くぞ俺が相手だ、嬉しいだろ、すげえものの言い方だな。爆弾がいっぱい出るぞ。あらららら、危ねえ、怖いな。あ、うん、すっげえ火力高いな、あの白。あ、よしよしよし、倒した。あ、は、は、危ねえ、ドクラ飛びそうだ。あ、危ない、危ない、怖い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 。あ、白、白をさ、白がいいんだよ。よっしゃ倒した。白、白をさ、白がいいんだよ。よっしゃ倒した。オッケーオッケー、タイマンだぜ、よしすぐ。いた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 。あ、待って待って、やばいやばい、やばい、死ぬ死ぬ。待って島崎松岡のセーフプレイ。あ、待って待って、
怖い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 。どうやって投げんだこれ。あれあれ、あそっか、これ上まで行っちゃうと。どうです。あ、投げる。オッケー。なんとなく当たやった全然弱いわ。島崎まさかのセーフプレイ。早く早く早く、グローブ出たらすぐあいつら片付けられるんだ。位置的に出たよ俺。マジか。出たよ。俺も出た。そうだーって言った。あ、なんかあいつ自爆したんじゃない。で、俺ここ来て。はい、覚えた覚えた。はい、おる、おる、おる、おい、しぶといな。おい、おい、あ、危ない。待って待って、怖い怖い怖い。ここ気をつけないとな。気をつけて。よっしゃ、出た。あっ、あっ、俺がこいつに立てばいいんだな。怖い怖い怖いよ。待って待って、ミソモンが狙ってる俺を。やめて、怖いよ。よし、死んだめ。よし勝った。島崎マソカのセーフプレイ。頼むぞ頼むぞ頼むぞ。ここから連勝回路真っ白だ。よし、黒も倒した。おっ、何なん。あ、何これ何これ。なんだ、待って、はめられた。のびこさんに負けたか。はい、ということで、よしつぐが勝利しましたので、さあ、よしつぐ、サソリです。やば、食えるんですよね、これは。食えますね。ちゃんと食えるやつですよね。そう。でも昔義継が言ったんだよ、うん、信長、サソリ食べに行かないって、うん、サソリの素揚げ食いに行かねって言って。そう、新宿に食えるとこあるんだよね。結局その時に流れたけど、うん、ついに叶ったね。5年越しぐらいにサソリを食べる。そうね、いざ持ってみると、うん、これ食えんのかなって。そうだね。いただきます。へへへ、思いっきりいった。めっちゃモリモリしてる。あと口からなんか手か足みたいなのが唇から漏れてるよ。あのね、外皮が硬い、これ。でもね、うん、味は嫌いじゃない。どんな味すんの？しょっぱい。カツオ節をすっごい丸めて噛んでる感じ、うん、なんか気になってきた。体に良さそう。漢方だからいいはずよ。絶対いいと思う、これは。すげえ。いいの？俺負けたのに。じゃあ僕もこのハサミから、うん、あ、あ、美味しいね、うん、こういうつまみあるわ、うん、コンビニで売ってるわ、こんなに、なんか、うん、ということで、はい、まだ口の中にいるね。いつまでも、いるねっていう表現やめない。ということで、みんなありがとうございました。ありがとうございました。せーの、またね。はい、島崎松岡の声優プレイから、はい、大切なお知らせがあります、はい、あのゲーム中に赤本をの声優さんを岡本信彦さんだって言って僕たち盛り上がっていたんですけど、あの内田優馬くんでした。はい、内田優馬です。うちの後輩です。よろしくお願いします。僕たちもとても仲が良くて、うん、こうなる前はよくね、よく優馬くん家に、うん、で遊んだり、よう明かしたりしてたんですけどね、うん、まさかこんなことになってしまうとは。はい、いや、まさかユーマだったとはな。逆に
なんか今度ゆうまくんに教えてもらうかコツ。そうね、うん、昔信彦さんの真似って結構 してたんだけど、うん、やっぱ無理だよ。信彦さんってやっぱりあのこう独特のね、すごいボイスだもんね、うん、俺もねやっぱあの普段あのこう声のチューニングとかであのやるときあるじゃん、うんうんうん、あとだから、うん、やめなさい。ああだ先輩やぞ。はい。はい、あのということで謝罪する案件が増えそうなのでこの辺で、はい、ということで、はい、本当にあの申し訳ありませんでした。島崎まさかのセーフプレイ。はい、この動画をね、はい、いいなと思ってくださった方は、うん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。お前それバットされるぞ。リスペクトですからね、うん、そんな普通にもう乱発しないですよ。シャッチャッチャクセイヤーってやんないから本当に普段は。あとはこうついでみたいな感じでごめんコメント残してくれた。ついでじゃないよ、うん、ちゃんとそのコメントもね、あの僕たちの心が潤ったりとかアイディアとかを使わせていただくこともあるかもしれません、うん、なのでどしどしご応募くだ、ご応募じゃないよ。応募じゃないね。してください、なんか、よろしくお願いします。お願いします。